プロジェクト K, クト K ポルチャキラーです。今回はですね、こちらです。玉川全滅、全の16の16と全の26の26と全の56の56です。本日玉川最終日です。玉川に関しては最終日でも満州が出てくれるイメージがございますので期待していきます。昨日の玉川5日目満州が出ておりません。その分本日どでかいの期待したいです。24トリです。合計288倍超えでプラス収支です。さあ、なんです、どうぞご覧くださって第1レースが始まります。玉川最終日です。玉川最終日はインニゲ祭りにはなかなかならないと感じております。小島最終日だとか2最終日というのはインニゲ祭りになりがちだ。ほらほら、1号艇1号艇が遅れました。6号艇が絡んでくれば誰が来る。1着は誰でも大丈夫です。 6号艇以外なら誰が来ても大丈夫です。6号艇が絡めばほぼほぼ的中と言っても過言ではございません。それはさすがに過言ですけども、1着に来なければ可能性が広がっていくのです。ちょっと待って、3号艇、2号艇が来ないとダメだ。2号艇が絡んでこないとダメですよ。462とか3号艇が下がっていただければ、6号艇が3号艇を大手に462。あったかい121倍463150倍462120倍。マジかいや、まだ分からない。2号艇3番手が3号艇の高山秀夫です。上位は4番6番3番、最終周回へと入っていきます。玉川最終日、ほらいきなり満州出ていただきましたけども、これ3号艇じゃダメですよ。マジかいや、3号艇6号艇1着まで来ようかという勢いですけども、マジっすか、これいきなり満州で。いやー、6号艇絡み、玉川6号艇絡み期待したいんですけども、3号艇じゃダメですよ。そうですか。ああ、わっ、坊主はないでしょって自分に言い聞かせておかないと身が持たない。そうやって言葉にすることで自分に現実をかけることで、待って、これも何が起こるよ。はい、これもほら待って、何、わわ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 、416、113倍です、416、416は90倍台。わあ、待って、456、絶対高い。あ、159倍。まったい。すごい、すごいよ。2号艇が詰め寄ってきている。456、これ、このまま決まっていただければ150倍。465なら160倍。やめて。456。一発でプラス収支には届きません。だがしかしまだ大変です。ほら、玉川初日というのはこういうことが起きるんです。初日じゃない。最終日です。玉川最終日というのは、イン逃げ祭りは起こらない。満州が出ていただける。満州を狙えるんです。このようにして。素晴らしい。ほら、これが玉川というものなのです。6号艇に期待できる。うわ、危ねえ。56絡めといてよかった。56はね、ちょっと悩みましたけども。一発でプラス出身では解きません。いや、でかいでかいでかい。そう、まあ24通りなので、多いんですよね。288倍を超えなければならないので、満州、さらに的中いただかないとプラス出身には届かない。まあ、なので、動画なので、いろんな回目に挑戦しています。はい、来た。はい、来ていただきました。うん、いろんな回目に挑戦しておりますが、まあ、実際ね、実際動画とかなしでやるとしたら24通りはちょっと多いと思います。全レースの24通りは、まあ、12通りぐらいに抑えるのがベストですよね。はい、的中ありがとうございます。
第3レースでございます。玉川最終日、本日の風速は4メートル、斜め後ろからの4メートルでございます。満州が続いております。どうなるも満州のオンパレードになっていただきたいですけども、こちらスタートが並んでいらっしゃいます。1号艇いっか、内側から内側から6号艇が迫ってこようかどうかというところです。1号艇の場合は162162162、ちょっと待ってください。これね、6号艇からも高いですよ。これ161号艇からの6号艇からめっちゃ高いです。ちょっと待って、162162、ちょっとわあわあわあ、330倍330倍、わあねえ、これ16は全部高いです。16やばい、16やばい、ちょっと待って、16全部ドデカマッシュ、16は全部ドデカマッシュ、162330倍、165、700倍です、165700倍、165打ったら700倍ねえ、だってこれ1億単でも200倍ですよ、270倍ですよ。わーやばい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 、激しすぎませんか、玉川最終日。満州が飛び交っております。これもスタートが旅行してる、700倍ですよ。ちょっと700倍逃したのはでかすぎる。はい、これも6号艇からできますよ。162162、高くあれ高い高い高い、なるほど、やばいやばい、16ドデカマッシュ、16またしてもドデカマッシュ、126126126でも高いです。126でも70倍です。126 70倍、ねえ、やばかった。162280倍でした。やばかった、やばくないですか、マジでやばくないですか。頑張れね、これね、125めっちゃ人気なので10倍なので、126は 77.2 倍です。激アツすぎでしょ、ちょっと玉川最終日、玉川最終日、まだまだ何かが起こるのではないでしょうか。これ6号艇ガンガンからできていただきたい。よしよし、あー、これ怖い、マジで。125ね、これね、一番人気ですかね、これ125一番人気な気がする。めっちゃ怖くないですか。頑張れ、頼め、ちょっと待って、やめてやめてくれ、ねえ、これ怖い。これを的中いただいてもなお、あ、これを的中いただけばプラッシュしかな、これを的中いただいてもなお届かないわ、届かないです。それゆえにこれは大事になってきます。だーわー入っていただきました、ありがとうございます。危ない、70倍的中いただきましたけども、その前に700倍を逃しているので引きずっております。待って、これをちょっと今日すごくないですか。これも何か起こりますよ絶対。6号艇今ところ全部絡んできていただいてます、すごいです。これも絡んでき416、3着は分かる、3着は最後まで分からない、416、あ、人気のところ50倍だね。すごいことに気づいてしまいました。これいや416ありますよ、50倍台ですけども、
16-26-56って飛んでるじゃないですか。16-26-36って風に言っていればすごいことになっていましたね。36を飛ばして56にしちゃいました。改名36が2本満州出ております。そんなことは後の祭り、ほらこれね、416来ますよ、絶対来ますよ。なぜならば本日の6号艇は最強だから、ただただそれだけの理由です。これを416 53.2倍です。これ 53.2 倍いただいたらどうなる。あ、プラス収支もう届きます、届きそうです、もう届きそう。プラマイゼロぐらいです、これ6号艇来たら。もう今日全部6号艇絡んでるので、最後のターンできますよ。コースタートからのまくり出し、4号艇の杉山貴博が先頭、推定上艇山貴博、3番手2号艇の福島由紀です。先頭4番杉山五輪、1番山久五輪、2番福島五輪、その後ろ6番第6レース一般戦、人気は1番荻野から5番前澤、2番よろず。第6レースでございます。プラス収支にはまだ届いておりません。いや、この回目の面白いところは1着は誰が来てもいいという、まあ6号艇来たらダメですけど、6号艇以外なら誰が来ても大丈夫という、そして6号艇が絡まないと的中じゃないので、まあ6号艇絡めば結構高めを望めるという。なのでイン逃げ祭りが起きそうなところで、この回目はやらない方がいいという。上位体系は1番、4番、2番、2号艇のうちから動きませんでした。はい、後半戦でございます。いやー、回収率 200% は超えたいです。やるからには超えたいですよね、やっぱり回収率 200% というのは。コースタート1号艇大西、2号艇藤田です。1号艇大西に対して2コース直まくり、はい、2号艇、2号艇が1号艇を引き連れてくれました。これで高いところの可能性が上がります。からの6号艇が絡んできていただければ、362とか、待って362は10万周362、10万周ですよ。どうなる、36で来ないかな。326でも高いです。6号艇からまでダメです。ふさ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 争いしても6号艇が絡まなければダメなんです。もうね、あの700倍が悔やまれる。もう今日はずっと引きずりますよ、あの700倍は。最後まで引きずります。2番手で外に開いて、そして今度は3番手争い勃発。4号艇の隅谷と1号艇大西が完全並んで、あと1本の満州でプラス届きますので、はい、1号艇がへこみます。ということは何かどでかいのが予感、何かどでかい予感がします。そして6号艇が絡みます。スタートは前提正常でした。4号艇高山の差しが入っています。先頭それに接近コルニア3号艇後藤今日はいいでしょうか、伸びてきているか。3号艇表突破、次の満州で当てたいですね。5番2番6番です。2マーク3号艇の後藤が先取りで、その内をさばけるか。4号艇まだわかんないですが、突破争いから3号艇後藤がここで一歩前に出ていきます。それでも内側から詰め寄る4号艇高山、時計前ではこの人気は1番折下から3番杉山へ。さあ第9レース、ここで決めておきたい。16は高い。16満州待ってこないかな。1号艇が行く気配がしますけども、まだ6号でいい。3号艇1号艇突破争い、スタートは前提正常でした。3号艇杉山の方が6号艇絡んできたら高いですよ、全部高いです。あ、でも3号艇316とか高くないか。後ろは4番6番5番手相になっています。316ありますでしょ。360倍316ありますよ。60倍来たらプラス収支確定します。ギリギリですけども、次のターンできます。次のターンで316確定します。はい、来た、そら来た、どうやった。現在上位は3番1番
2番トップ2番手開きました。もう来ちゃって差が広がりました。その2号艇の内側6号艇、はい、来ますよ。次のターンに来ますよ。次のパ次のターンでも5号艇杉山から1号艇折り下3番手先取り体制がすりできなかったったね。差し込んでいく2号艇大型なんですが懸命に船を返して6号艇の市川、さあ2号艇6号艇また定感少し縮まっていきました。その差は2停止ぐらいでファイナルラップへで入っていきました。さあ6号艇市川の追い上げどこまでといったところ、31マーク3号艇1号艇の後ろ3番手2号艇の外握り込んで1号艇市川です。さあ市川が大胆に握っていきまして1号艇と肩を並べるところまで行くんでしょうか。こらえるのは2号艇の大型リードは一定四半若干縮まって6号艇市川3番手3周捉えるまで行くのか。ラストコーナー3号艇杉山まくり出しから先頭1号艇折下2番3番手2号艇の大型がガードをしていきまして3番手を守りきった模様です。上位3位先頭3番杉山五輪1番折下五輪2番大型五輪の後ろ6番5番4番の人気は1番鈴木から2番前澤へ3本中1本はでかいのが出てくれます。そんな予感がしております。6号艇が第4レースまでは全部絡んでいただいてたんですけどそこから1本も絡んできておりませんので、それとも先に余るか。3号艇が握っていって3号しまくり、はい、あとは内側に2号艇さらには中をついて4号艇滝沢4艇広がっ突破争いスタートは前提正常でした。あるよありますよ。1号艇がこれはね2号艇4号艇争いますこれはね争います。3艇がその隙を6号艇は絡んできますよ。はい入った入ってました。426426426426が来ます。はい来た426601060倍ジャストです。ネタルムプラス届きます。これ来たらプラス届きます。あ待って2号艇っちゃダメですよ。426426じゃなきゃダメです。はい、つけまい2号艇前澤今日つけまい決めた。4号艇北見乗ってしまいました。2号艇の前澤が単独トップ。4号艇滝沢が2番手、そして3番手争い続いてアウトコース3号艇佐川に内から船を合わせる6号艇の蜷川です。2周の2マーク2号艇の前澤から4号艇滝沢3番手6号艇の内から1号艇も突っ込んでいきますが6号艇の蜷川がここで単独3番手。なんてな2番4番から3番隅屋匂いますね。このレース何かが匂います。そう満州のにほら待ってマジできますマジできます。これはマジできますよ。はい1号艇が遅れそうなのででかい予感がします。6号艇が絡んでくれれば的中がもうほぼ的中です。中野のまくり差しスタートは前提正常でした。2号艇4号艇トップ争いワースト4号艇中野リード。あーまだまだ十分チャンスがある2号艇の飯山2番手それに接近5号艇藤田あとは1番6番3番です。2マークは4号艇の中野に対して2号艇ですが1号艇と6号艇が狙っていきました。わずかに入ったのがちょっといきなりなぞってしまいまして交代気味です。トップは4号艇中野2番手に浮上は1号艇今交代って言いました。2号艇山は3番手今生え際が交代してるって言いましたでしょ。誰か開いて後ろ5番3番2周1マーク4号艇中野の後ろこれ4後ろ来たら前足です。はい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 くよ絶対来るよこれ絶対来ますよ。こんなのね絶対来るに決まってますから。入った入った引き波の中苦労しております。2号艇少し流れながらも3番手争いリード懸命に食らいつく6号艇大見野でアップしていきました。トップは4号艇中野次郎です。1マークマークリス続いて1号艇1号車2マーク交戦回3番手2号艇の飯山のうち船向くか6号艇の大見野です。迫ろうとしたんですがしかしレース足がいい2号艇の飯山が記録を切っています。それでも2艇進圏内6号艇大見野残り半周通過このまま412かそれとも416に変わることがあるか。ラストコーナー4号艇中野から1号艇1号車3番手2号艇の飯山が3番手をキープ上位は412先頭4番中野五輪1番一ノ瀬五輪2番飯山五輪後ろ6番3番5番の順で五輪以上第4人気は1番田中から相手候補2番三角3番山田でした。1番2番ダッシュ3番4番5番6番関係優勝戦いくよ。ああ
1号艇の田中をくれた2コースポーターと2号艇三角哲夫がインド1号艇を叩いて3号艇山田まくり一生狙いますが入りきれずあと4号艇です。スタートは前提正常でした。2コースまくり2号艇三角哲夫が玉川 V17 目指して先頭、4号艇の梶野2番手、3号艇の山田がその外、内から5号艇栗木、あとは1番6番になっています。D マークは2号艇の三角から4号艇の梶野が握って5号艇コンパクトに2番手栗木後続。さあ栗木が2番手に上がってきました。現在上位は2番5番そして3番手膨らんだ4号艇のうちから1号艇田中上がってきています。2周回目に入っていきました。トップは2号艇の三角哲夫です。続いて5号艇の栗木翔、3番手1号艇の脇を狙うか、4号艇の梶野、梶野が差し込んでいきます。さらに梶野は5号艇にも迫るんでしょうか。5号艇の栗木ちょっと膨らんだんですがなんとか2番手はキープしているか。それに一定審判差詰め寄っていく4号艇の梶野、現在上位は2番5番4番です。2周2マーク、トップ2号艇三角哲夫、続いて5号艇の栗木翔、3番手4号艇の梶野隆、梶野が現在3番手ですが2、3番手ちょっと離れました。はい、とりあえずですね、面白かったです。負けはしてしまいましたが、面白かったです。まあ、こういう一着を絞らない回目は面白いですね。負けました。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。